はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちらの背景でわかる通り前橋にございます AQ アンさんに、訪れております。前回は唐揚げとポテト合盛りのチャレンジメニューをしに伺ったんですけれども、本日はチャレンジメニューというかデカ盛りでございますね。とろろとネギトロで、これの合いがけの大きな丼を一応ね5キロっていうお話でお願いしておりまして、本日はそちらの、ね、デカ盛りを食べていこうと思います。ただですね、デカ盛り普通に食べても皆さんもねちょっと緊張感がないというか退屈な部分も出てくるかと思いますんで、一応ね5キロなので30分にねタイマーをセットしてセルフチャレンジとして、挑んでいこうと思っております。とはいうものですね、まあ別にガチチャレンジとかっていうわけではないので、今もねお話をしながら、ちょっとね丼物を食べていこうと思います。すでに料理の方はねお作りしていただいておりますので、メニューがね到着するまで、もう少々待ちたいと思います。お疲れ様です。でかいな。あ、それもつくんですね。スープ代わりに。はい、わかりました。外しとこう。スッと。はい、じゃあということでですね、ただいま商品が到着いたしました。こんな感じですね。これとろろでネギトロですね。多分5キロということで、なんかね持った感じめっちゃ重いんだけど、とりあえずね早速こちら食べていきましょう。これ30分かそんなに早く会えると思ってなかった。確かにそうですね。そうですね。今日もペロリンチョ見せてね。ありがとうございます。いくぞ。はい、3、2、1スタッチ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ひとまずじゃあちょっと醤油がっつりかけちゃいますか。よっ、いや、よし。じゃあまずネギトロからね、いっちゃいますね。これガチチャレンジになったな急に。おい、いただきます。うまっ。やっぱネギトロうまっ。うん、ネギトロ丼僕めっちゃ好きなんで、まあ、たまんないっすね。うまっ。うん、これペロッといっちゃうわ多分。これ真ん中にあるイクラと一緒にちょっと贅沢にいってもいいですか。うわ、イクラネギトロよ、どうですか。でも、ちなみになんだけど、今回ねこのネギトロとろろ丼、オーナーさんにお願いしたときに、ネギトロがね売り切れになってる場合もあるらしいので、このネギトロ丼食べたい方は一回ねお店さんの方に、あるかどうかね確認してもらって注文してみてください。はい、お客様です。はい、お座りですか。うん、はい、セットの麺は冷たいので、冷たいあとは、はい、いや、ネギトロいくな、これ反則だろう。うますぎる。で、ブリンクがでかすぎる。ああ、うまい。でも結構醤油かけたつもりだけど、
大きすぎるからガンガンかけていいかもな。やっぱね、見た目以上にお米も詰まってるんでね、ちょっとどんどん醤油かけてちょうどいいように調整していきます。うん、このあたりで、とろろの方もいっちゃいますか。こっちもお醤油を。いやーうまそう。ちょっと上映ってるかなこれ。こっちにしよう。ちょっとこれ卵黄をこう。これはうめえわ絶対。のりとマグロとトロロと、うわっうまそう、うまっ、うわたまらんなこれ。これはうまいわ。はい。トロロは普通のトロロなんですか？強いでしょ。強くないですか？粘り気がすっごいんですけど、めちゃくちゃ濃いというか、こう、うまいです。これ普段あるときはあるんですか？うん、基本はない、うん、ネギトロはあるときはある。ネギトロはある、うんうん、このトロロめっちゃうまい。めっちゃでしょ。山奥行って取ってきた。掘ってきた。いやこれいいな。このとろろいくらでも飲めますもんね。ほんとに早いね。マジでこのとろろ自体が
なんか旨味強いから、本当にこのトロロイグラでビールと日本酒とかで行ったらもう最高にうまいですね。いや、足ります足ります、はい、足りてます、大丈夫です。足らなくないです、大丈夫です。こっから唐揚げポテトチャレンジ。こっから。やっぱこれ後半はこのネギトロの油感っていうのかな。これがね結構きついね。多分昔だったらこの油っぽさがうまいんですよと最後まで言ってたと思うんだけど、年なのかな、油物がきつい。しかも大きい塊はこれ最後ですね。うまっ。はい、ごちそうさまでした。よっ、ペロリンちゃん。ありがとうございます。はい。じゃあ時間はこんな感じ。メールは。6分、3分残すことなんで3分57秒か、まあ、そのチャレンジっていう量じゃないんで今日は。おいおい。食べてみて思ったんですけど、自分の年を感じましたね。昔はこのネギトロの脂っぽい感じが最後まで美味しいと思ったのに、今もその脂っぽさがきついですね。最近は僕もですね、朝起きると胃もたれをしてる日がよくありますので、年を感じる今日この頃ではございますが、一応ね、最近チャレンジメニューとあんまりやってなかったんですけど、5kg のねご飯物であれば30分以内でもねいけるということが発覚いたしました。ただね、まあ、AQ1 さん全部美味しいので、まあ、美味しいからいけるっていうのが大前提だと思いますが、ぜひね、あの皆さんも今日のねとろろに関しては特別メニューなので、通常ね販売はしていないのですが、ネギトロ販売もしております。在庫はなくて売り切れになる場合もあるので、もしねこのネギトロが食べたいなと思ってくださったお客様はですね、お店さんの方に確認してもらって、ぜひ僕らとね同じメニューを食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですねサブチャンネルの方でも活動しておりまして、そちら概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。